タコを呼ぼうとする。なにここ何が起きるの。バキューマキューのレジ君です。ということでついにやってきたフォートナイトメアということで、まずはですね見てくださいマップ、なんか謎のダイヤモンド仕掛けがありますね。これが何なのか、実際ね調査していきたいと思います。見てください、なんだこれは。こっちに来いって言ってね、これおいお前こっちに来いって言ってますね。入ってみましょう。儀式を行う B、 はい踊る、ほうリンクしてる、リンクして世界が交差してどうなっちゃうんだこのまま。うわー、なんと見てくださいこれ、完全に狼のなんか武器もらいました。めちゃくちゃ資材集まるし、これウルバネみたいな感じ。これ落とせるのかな。落とせる、かぶれる、落とせる、かぶれる。なるほどなるほど、ウルバリンの狼モードみたいな、これで資材も集まるさ。皆さんわかるわかる、言いたいことわかるよ。ダメージどんなもんなのレジさんってことですよね。さあということで、ここに不幸な狼がいますね。狼 VS 狼、まずは殴り35だが、しかし殴って殴って殴って最後のが50。あおー、これは何なんだウルセント、あ仲間になっちゃった。そしておいおいおい、見てくれ見てくれ、ゾンビドードがいるって。どうしちゃったんだよお前、完全にゾンビの見た目になっちゃいましたね。しっかり羽ばたいてはくれます。気になるよねこいつが何を落とすのか。投げる、そしてダッシュ、うわ結構強いなこれ。何も落とさないの？ちょっと一回説明文見ましょうかね。切り裂き、駆け回り、カレー、遠吠えで近くの敵をマークしてその位置を追跡しよう。ビーコンスキャナー的な役割もあるわけね。さあ人相手にやったら、なんか何これ、ん？何？次元が変わるんだけど、ここなんだお前。さあどうだ、ボットとの対決、爪で爪オンリーで爪オンリーで、まあなかなか普通に強いと思います。うわびっくりした、なんかここの世界すごいですね、次元がストレンジャーシングスみたいに裏の世界に来たような気分ですよ。うわびっくりした、もうやめろよ本当に、今シーズンもあるのかこれ。出た出た出た、今シーズンもあるね。一匹二匹の話じゃないよこれ、めちゃくちゃいるよ、強いし倒しても何も落とさないし、邪魔くさいな。怪しい、ここ何、ここやべやべ、なんか儀式の場所、タコを呼ぼうとする。何ここ、何が起きるの、ちょっとちょっと止まらない。タコさんが出てきたということで、やっぱりここは怪しい結界貼られてるっていうのは間違いではなかったね。ちょっとあれ倒したら何を落とすのか気になりませんか皆さん。ただしかし見た感じめちゃくちゃ強かった。試しにねこの終了トーチで倒せるのかやってみましょうか。見てください、もう来ないで君、弱っ。結構歩き回ってますね彼。名前何、本当に初登場だよこれ。ちょっとバレないように、これバレないように一回手裏を通して倒します。あーバレちゃった、ごめんなさい。あーオッケーオッケーオッケー、バレてないバレてない、バレたか。うわー、ホータルのビントが投げてくる、いかついな。さあじゃあ倒してみましょうか。これ炎使ったらやばい強す強す。おー、パンプキンランチャーをフロア分けしてるじゃん。これでちょっとボスを倒していきましょうか。さあもう倒しましょう。めちゃくちゃ燃やすじゃん。おい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 、今までロケットランチャー撃ってくるボスなんかいた？うわやばい、燃えたらやだ、燃えたらやだ。ここだ、めちゃくちゃ体力多いですよ。うわー強い、今までのボスで一番強いって言っておく。だがしかし俺も負けない、フォートナイトナンバーワン YouTuber の意地を見せる。おら強すぎだろ。来た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 、来ましたよ皆さん見てください、インクイジターのサイレンサー付きサブマシンガン、ポポポポーン。わかるよ、微妙だよね正直、何これって感じよね。ここでミシックサブマシンガンがなんかめっちゃ走るじゃん。うわすごい、走るようになったんだ、
早っ。でも掴むと、何もできない、何もできない。こいつには実験台になってもらう。お、ヘッドショット42、強いのかもしれない。ちょっと一回試してみね。試し撃ちよ。強いのかこれ、わからないな。どう思いますか、ぜひコメントで教えてください。ヘントコ墓石、ゾンビの出現に備えこの花、お墓を開けておく。なんかすごいサイドストーリー的なのが始まってるのかな。太ももの骨を取って太ももの骨を置いていく。これチャレンジかな。ということでね、皆さん気になりますね、新しいボス、このグリームゲイブルズの地下ですね。変なね、隠れた地下があるんで、壊さないといけない場所です。ここね、壊して入って、黒魔術ですね。ここ、ここに立ったら勝手に召喚されます。かなり強いんでね、あの危険、武器を揃えて挑んでみてください。このね、ミジック強いのか弱いのかわからんな。弱いよ多分。ということで見てください、現実の木が、見てよ、だいぶパーティー会場に変わっちゃってる。わー、すごい。これは誰だ。あ、パーティーの主だ。はい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 、めちゃくちゃ変わってますね。ここに来たらめちゃくちゃこの狼のやつゲットできるんじゃないんでしょうか。これ1回の街で1回しかできないのかな、儀式。何回でもできるっぽいですね。ただこれをやってる間ね、すごい無防備なんでね、気をつけてやってみてください。おー、そして面白い情報見て、これバキュンバキュンとかだとダメって言われるんだけど、うざくねこいつ。ちょっと今キュンキュンで動画撮ってるんですけど、なんかね、水に入ると即死するんだよね。これ今バトルラボなんですけども、いきますよ、チャポン。これどこでもそう、どこの水入っても。で、考えられる原因としては、このオオカミが悪さをしてるということなので、オオカミなしでいってみましょうか。オオカミなしでチャポン、どうなってるの。さあ、そしてお次は見てください、これスケートボート場みたいな、これスケボーがこのあと来るよっていう伏線なんじゃないの。ここでスケボー乗ってブイーンピューンみたいなね。馬、俺来たー、見つけた見つけた。今年もありますね、ペッパーミントだのなんだのキャンディーコーナーの食べると回復する系のアイテムが。これはなんかティルテッドタワーとか、あのお店の出先にあるイメージだけど、今年はもしかして少ないのかも。なんだこいつ、頭はねタコなんだよね、銀だこ、銀だこさんですね。このマークにピンときた人110番お願いします。衝撃の萌え萌えシーン3、2、1。ほら燃えるんですよね、謎が多いぜこいつ。ちょっとダサい。はい、ということでね、レジェ君探偵ね、いかがだったでしょうか。クリサポなしになってんだけど、絶対みんなこれ REJ ね、絶対だからね、約束してくださいね。そしてね、リック&モーティーのこのお悩み解決マン、ミスターミーシックス、僕の名前はミスターミーシックスが追加されてますね。このボタン絶対押しちゃいけないやつじゃん。うわー、キントーンみたいなの、めちゃくちゃ可愛い。そしてリック&モーティーのモーティーのお姉ちゃんも来てますね。はい、ということでね、本番はフォートナイトメアということでね、この後すぐ動画出しますので、よかったらぜひ見てみてください。お疲れ様でした。